涙雨。でノーって答えてください。皆さん手拍子お願いします。ノーアンセレナのアダーレのものノーアンノーアン君のものノーアンセレナのアンみんなのみんなのありがとうございます。私の元気でみんなの腸内環境を良くするぞ。セレナの黄色担当日向ノアです。よろしくお願いします。担当の桜田オカリス、よろしくお願いします。お母ちゃん、ありがとうございます。今日は人がすごいいっぱいいますね。そうだね、たくさんいる。久しぶりだね。そう、久しぶり。こんなにいっぱいの前でやるの久しぶりです。私たちのことを知ってるっていう人いますか？そのちっちゃいの置いた私たちのこと知らないっていう人もいると思うので一人一人自己 PR していきたいと思います。はい、じゃあまず私から自己 PR させていただきます。私木更木梨沙っていうんですけど、低身長ですがこの中で最年長です。21歳です。よろしくお願いします。好きなものはバンドと
なんだっけ、考えてきたんだけど、あ、バンドとアイドルです。で、今年の目標は無印良品が似合う素敵な女性になることです。めっちゃツイッターで言ってたね。そう、無印良品が似合う女になりたいから。で、バンドとかロックが好きなんで、可愛くてかっこいいアイドルになれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、私は18歳の大学生、大学1年生です。趣味っていうか食べることが好きで、でも8月までに痩せるっていう目標を立てたので今ちょっと頑張って食べないようには気をつけてるんですけど、やっぱずっと食べ物のこと考えちゃうんですよね。誰か痩せる方法を教えてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私はセレネの最年少の15歳の寺田真香です。よろしくお願いします。私の好きなことっていうことは、音楽を聴くことなんですけど、すごい K-POP が好きで、毎日動画見てダンスを覚えて一人で踊っています。好きな食べ物とかはミニトマトがすごい最近好きで食べています。かわいい、はい、以上です。かわいい、かわいい、最年少なのに一番背高い。そうです、そうなんですよね。負けてるね、うちは。本当だよ、悲しすぎるよ。はい、今日はね、ちょっとメンバーの百瀬りねちゃんが体調不良でお休みになってしまいました。本当に申し訳ありません。私たち3人いたんですけど、りねちゃんの分もパワーのあるステージしようと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の曲聴いてください。ここからここからここから強くなろう。
あ、間に合いました。めっちゃ間に合いました。ダッシュでよかった。2曲目ぐらいから来る予定だったんですけど、そうなんですよ。めっちゃ走ってきました。そんなのあちゃんの勇姿を見届けてください。次は落ちサビがあるので、のあちゃんの お では聴いてください、夏の君に。遥か遥かに遠く、想いは届け君に。いつか見儚く散るは夏の花束。
ここで告知をさせてください。セレネの4月の予定についてです。セレネの次のライブがですね、4月16日、来週の日曜日ですね。ごめん、嘘ついたもん。そう、14の日曜日に、私たちの劇場が水戸の大工町にあるんですけど、そちらの方で劇場公演を行わせていただきます。翌週の21日も劇場公演があります。はい、そしてですね、4月の28日には、桃瀬りねちゃんの生誕祭が劇場で行われます。りねちゃんの誕生日を皆さんで盛大に祝いましょう。ぜひ来てください。お待ちしております。お待ちしております。劇場公演なんですけど、ちょっと形式が変わってまして、私たち普段は姉ちゃん入れて4人なんですけど、劇場公演ではですね、私とモカで、リネちゃんとノアの22のユニットで行っています。14日の週は私とモカの2人のユニットで、21日はリネとノアの2人のユニットでやりますので、いつもとちょっと違うセレネを見れると思いますので、そちらもぜひお越しください。お願いします。お願いします。はい、それでは次の曲で最後の曲になります。次ちょっとみんなでね、楽しく踊って楽しく終わりたいと思うんですけど、今日タオル持ってる人っていますか？こういうやつまだ季節的に利用かな。持ってない人多いね。あ、持ってる人いた。タオルをサビで回したくて、ちょっと夏フェス先取りみたいな感じで、こうやって後ろの人に見つからない程度に回してほしくて、でタオルない人はぜひ手をこうやってくるくるくるってやって回す風にしてくれたら嬉しいなって思います。はい、じゃあ最後の曲聴いてください。セレネ。Yeah.
この後、物販あります。はい、物販があります。今日から新しく発売されるグッズがあります。缶バッジとブロマイドを売ります。よかったら皆さん、私たちとおしゃべりしましょうお話ししてくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました。以上、私たちセレネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アイドルグループセレネの皆さんでした。